エンターテイメントでね、サムスン LG とか、まあ、戦略的な観光ですね、エンターテイメントと、あ、まあ、ハイテクの、はい、こういう話。いや、これはちょっとあんまりアップリフティングの話じゃないですけど、これは日経新聞に月曜日に特集記事が出てまして、うん、一面丸々、はい、あの4人の指揮者の、はい、成功してるかというふうな話なんかが、いやこれね、戦略の階層の話だったという話ですね。です、はいはい、でこれね、うん、やっぱまあ一旦ちょっと皆さんその韓国のこと嫌いだろうけれども、はいはいはい、一旦ちょっとこれもう認めるしかないんじゃないのっていう話なんで、はいはい、ちょっと覚悟して聞いてほしいなと思うんですよ、はい、一面っていうのは新聞の中の何枚かあるうちの1ページ丸ごと韓国特集だったんですけど、結局、まあ、みんな知ってると思うんですけど、はい、BTS ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれやっぱビルボードとかビルボードミュージックアワードとかアメリカンミュージックアワードで4年連続と3年連続で何らか受賞してるんですよ、防弾少年団。そうそうそう、ちょっとなこのこあのなんつうかこの看護にするとなんか変な名前ですけど、はい、あ BTS ですね、そう、はい、BTS で、はい、その前だってビッグバンだって売れてたじゃないですか、はいはいはい、ヨーロッパツアーとかまで成功させ て、パラサイト、あと映画パラサイトもアカデミー賞を取りました。あとミナリって映画で、ユンジョンっていう助演女優賞も取りました、はいはいはい、あのおばちゃんですね、韓国の俳優ですね、はいはい、そうですね、だから、はい、アカデミー賞で、あの、はい、アメリカの賞に、うん、こういうふうにこうエンタメに入り込んでるんですよ、はい、あ確かに、でアメリカ人が見て選んでるんですよ、世界展開してるという状況ですよね、はいはい、でこれを、まあ、日経新聞がいろいろ分析を出してたんですけど、はいはいはい、まあ、それちょっとまとめたりしましたん で、はい、でこのちょっとエンタメの、ね、はい、比較っていう図を作ったんで、そう、はい、女子高生はね好きなんですよ、韓国と日本なんですけど、うんうん、結局韓国人口で5200万人で、はい、日本は 1億2000万とか3000万でしょ、うん、で人口規模が小さいから、はい、もう世界に出るしかないんですよ、うん、マーケットで韓国がそれがもう前提として世界に出るしかないと、そうです、ね、日本は一国でギリギリできるレベルだから、うん、はい、外に出てなくてもいけるってことで、うん、確かに、ね、だから影響力は日本国内のみなんです、基本的にちょっとアジアに出れるか、はい、東アジアに出るか、はい、で、世界的ヒットで韓国の方はアメリカで賞受賞をどんビシバシ今してると、あ、ちょっともう苦々しいですね、そうです、でしかも英語とか日本語とかを、うん、まあ、アーティストが喋ると、あー、 BTS なんかも日本語ペラペラ喋るし、はいはいはい、英語も喋ると、はい、でアイドルグループ、そうからしてみたら、はい、BTS とかビッグバンとかジャニーズ系と、はい、日本はジャニーズ系 AKB グループ、その、はい、下手でも、はい、下手でも頑張ってるっていうので売るっていう感じじゃないですか、うん、踊りも歌も、あとエグザイルですか、エグザイルもまあちょっと BTS とかから比べるとね、ちょっとやっぱ、そうですね、はい、あ、エグザイル上手いなと思ってても、はい、ちょっと BTS のレベルからするとちょっと、あ、パフィームがあるじゃないかという、はい、話がいろいろありますけど、はい、で、ネットフリックスのドラマも、はいはいはい、まあ、この全裸監督いい線いってたんですけど、ね、ああ、そうですね、前の不時着すごい売れてるし、で映画も、ね、監督ですね、監督、そうそうそう、はい、でまあ監督、はい、映画ジブリとか鬼滅の刃とも出てるんだけど、はい、あ、そうですね、アニメですね、やっぱ映画は、で日本は、はい、一番言いたいのは、はい、これ最後の関係者が、はい、結局俳優だろうとなんだ成功して韓国の方だとシステム的にリッチになれる、そうですね、日本はテレビ利権に搾取されたままだから、あと来た来た、これか、結局アニメのクリエイターとかだって金持ちになれない、なれないですね、うん、はい、なれないですね、はい、これはあの我が番組でも、そう、はい、あのもう本当に搾取体質があって、はい、だから世界に行けても、いやテレビ利権あんまり行けないんですね、うん、そうですね、ここでキャップがかかっちゃうっていう状況があって、結局、はい、そうテレビと芸能事務所がくっついてるから、うん、そうですね、日本の芸能自体がレベル低くてもそれで満足してる状態で終わる、そうですね、そのジャニーズ系とか AKBB 系でね、はい、終わっちゃうっていう、うん、で僕はそのやっぱ BTS とかがすごいかどうかともかく、うん、はい、結局あでも彼ら当てに当てたわけですから、うん、まあ、そうですね、それは僕ら悔しいなって思うんですよね、はいはい、で僕はあのこの話も含めてやっぱ気になっての、うん、同じく日経新聞でなんですけど、はい、あのやっぱりね韓国が、うん、水素特区を使って実証実験を繰り返してるっていう結構衝撃の事実が出てきたんですよ。と、はい、うん、いうのはですね、日本これはトヨタが、はい、まあ、これ今あの全てが電気自動車ですか、うん、
の方向に行っちゃってるじゃないですか、うん、まあ、日本生き残りかけるとしたら、うん、やっぱ部品点数が多いし最先端技術でっていうことになると、うん、まあ、水素カーしかないよねっていう話で、うん、5、6年ぐらい前は必死にこの水素カー、うん、まあ、今ミライっていう、うん、車ありますけど、はいはい、それで、燃料電池車みたいな形で水素結構押してたんですよね、うん、はいはい、で水素化社会にするって言ってたんですけど、うん、今や、まあ、テクノロジーまだ日本その個別のテクノロジーはまだ全然圧倒的なんですけど、うん、その水素を社会でこう運用してって次の水素社会っていうシステムを作るんだって話になると、うん、韓国の方が結構今実証実験とかは先行っちゃってるみたいなこと書いて戦略の階層で上だと韓国の方がやられちゃってるなっていうのがね、うん、あるんです。日本の場合ほら規制がガチガチで、はいはい、しかもその水素の、専用の、まあ、法律もまだできてないっていうんですけど、うん、官僚の利権がありますからね、はい、韓国はもうすでにそういう法律ガンガン作ってやってるって話なんですよね、うん、はいはい、非常にこれ問題だと思うのは、うん、水素のシステム作り日本はまだ、うん、個別の技術レベルですごいんだけどその上の階層でちょっと負けてるなっていうところがあってですね、うん、いやー韓国ってやっぱ技術そのものじゃだと日本に勝てないって分かってるので、はいはいはい、その上の階層でやっぱ攻めてくるっていうのはあってですね、うん、まあ、苦々しい限りだなというのを僕は思ってるっていうところがありますよ、うん、はい、この水素の分野でも、まあね、はい、一時期サムスン電子1社に日本の電機メーカーが9社ぐらい束になっても利益でかなわないっていうぐらい引き離されたりしてましたね。まあ今回ソニーとか、まあ、利益出してるけど、ソニーだいぶ頑張ってきました、ね、ソニーも、うん、結局この鬼滅の刃と、はいはい、ゲームと金融で稼いでるんですよ。エンタメとね保険とかああいうやつで、はい、エレクトリックではそんなに稼げてないんですよ。ソニーはソニー損保とかありますからね。そう、ね、だからか、うん、やっぱね、こういうの本当負けてるって理解して、うん、なんで負けたんだっていうのを研究しないと、はい、ちょっとダメなんじゃないかっていうのは思うわけですよ。そうですね、でサムスン電子なんかは、はい、特殊な長期休暇があって、はい、世界の好きな都市に行って報告書を出すと、はい、そうですね、で各国で人脈を持つ社員が育って、はいはいはい、現地進出で強みになると、はい、一人一人の語学力も日本人より高いと。それから2番目はデザイン系でデザイナーが役員になると、はいはいはい、横並びの日本製品に比べて対応に、はいはい、だから僕はサムソンはデザインそんなにいいと思わないけど LG なんかはデザインテレビとかいいなと思うんだよね。結構ヨーロッパ系のデザイナー入れてるという話は聞いたことありますね、はい、そうだ、サムソンとか LG ってアメリカで売ってる冷蔵庫とかめちゃくちゃかっこいいの出してるの。確かに日本のメーカーと全然入れない。家電芸人も意外と LG の冷蔵庫とか押してますもんね、うん、なんかね、そう、あれね、たまに出てくる、うん、めちゃくちゃ悔しいわけですよ。悔しいですね、うん、だからこれね、日本の保守界は、うん、韓国の、うん、はダメになるとか、はいはいはい、経済的にね、経済的にね、はいはい、韓国は貧乏だからとか、すごいみんな搾取されてるだけで、はい、あれは人権を抑えてるからだとかいろいろな話聞くんだけど、はい、実際韓国の企業に日本企業が負けてたり、うん、韓国の芸能エンタメ界に日本の企業が負けてるっていう事実をまず抑えて、はい、そこから僕は勝ってほしいなって思うだけなんですよ。です、ね、本当に、はい、だから、はい、なんかそうそう、日本人はデザインもね、うん、ちょっといい加減なところもあるし、うん、でそこの辺とかでやっぱね、これ今気づいて動かないと、うん、3年4年経って10年経ったら、うん、どんどんあれになっちゃうんじゃないかな。いや、大体逆転されたのって2005、6年ぐらいじゃないですか。そうだから韓国の経済的にもね、中国2010年ですから、そう、ここに15年ぐらいでちょっと日本の、うん、前に仕込んでたのがちょっと効かなくなっちゃったのかなっていうのはすごい悔しいですね、うん、本当に。なんか韓国の、はい、まあ、アイドルとか整形するのはさすがに真似できなくて、うん、真似しなくていいかなと思うけどいいで、ね、でも体は作ってくるじゃない。はい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 、男はマジで、まあ、向こう体でかいやついるっていうのは、まあ、事実ではありますけど、筋肉質な形でね、はいはい、作ってるけど、うん、日本のアイドルってもうちょっと結構ガリガリ、うん、で、まあ、ガリガリでも売れますからね、まあ、それでいいのかどうか分かんないですけど、日本だとね、ところが、アメリカに行ったらやっぱひょろひょろだとやっぱちょっと売れないだろうなって分かってるわけです。まあ、そもそもアメリカで売れるアイドルを作るとは思ってない。そう、日本はそうなんですね。だから1億のマーケットでいいと思って作ってるからあれだけど、うん、韓国の方はアメリカで売れなきゃいけないから、それなりにマッチョにしないとアジア人なんて舐められるよって思ってるから、マッチョにした状態でアメリカに行くんで、なのでそう光の選手の出番とか言って、そういやなので僕は言いたいのはですね、やっぱり階層をもう少し、うん、戦略のね、そうです、戦略の階層をやっぱり学んでいただきたいなというか、うん、韓国はその辺多分分かっ
出てやってるっていうか、うん、小手先の技術じゃ絶対負けるんだけど、うん、その上の戦術とかマーケティング作戦とかだったら、うん、俺たち勝てるよっていうところに資材を中、うん、あのもう資源を投入してるんですよね、はい、そこは日本はやっぱ怠ってきたツケが今回ってきてる、だいぶ自信つけてきてると思うんですよ、はい、韓国側は、うん、でやっぱ日本人が今 BTS に金払ってるのも本当嫌なんだよね、ちょっとね、はい、うん、Amazon プライムとか聞いてたらやっぱ BTS すぐかかっちゃうから俺もすぐ飛ばすんだけどそうですね、チキショーと、はい、いうのは本当思います、はい、まあ、ちょっと回想をね、日本に広めたいなっていうのは本当僕の、はいはい、このきっかけとしてですね、うん、感じていただきたい、日本はね、ほら、AV は勝利とか、まあ、AV は圧倒的ですけどね、上を向いて歩こうとか、はい、偶然ビルボードチャート2位にはね、はいはい、なったんだけど、はい、BTS は狙って、はい、トップ取ってるからね、本当に、うん、ってことですね、はい、あそこはやっぱり日本のいろんな、ね、戦略的にやりましょう、はい、ところをちょっともうこれ見てる人たちが、はい、まあ、企業で働いてる方もいると思うので、はい、ぜひぜひ戦略的にね動いてほしいと、で音声講座も聞いてですね、はい、やっていただけたらと思います、はい、新しいですね、はい、音声講座ができまして、はい、ハイブリッドウォーなのか、ね、SLS の情報戦なのかという、次の戦争はこういう戦争になるだろうというね、濃いですね、米中戦争、はい、濃いですね、これは今回は備えの6番ができました、はい、濃いな、これは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん、はい、聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ、買っていただけたらと思っております、濃すぎるぐらいですね、はいはい、濃い、もう濃いしか言ってない、いや本当濃いじゃないですか、でも濃いですか、あ、そうですか最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争その辺のパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、あともう、はい、リアリズと入門ですね、リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよく分かりますよと、名作ですね、もう時代はリアリストですもんね、はい、まあ、はい、後でその話を、はい、なぜなのかっていう、はい、もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね、クラウドじゃなくて、はい、クラウドじゃなくて時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ、はい、はい、 そうですね、そしてルトワックですね、はい、この一発逆転と全てを超えた、きたきた、はい、はい、全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか、これこれです、ね、はい、クーデター、もう間違いないですね、はい、で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと、そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、うそうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはいはい、そして孫子の兵法、うん、ということですね、はい、からクラウゼビッツですね、はい、まあ、ここはもう、そして地政学ということで、はい、敵なしですね、ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫子地政学はもうこれでマスターということですね、はい、ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はいはい、